金子源次郎君。この地方交付税っていうのがなかなかわからないんですよ。ね、交付税っていうのは総額で計算して、まあ、いろいろと計算の仕方があるんですが、じゃあこれとこれを権限移譲しましたんで、この実際のこれに伴う必要な経緯は入ってますという説明がつかない。だからこの地方はそれをこう信用してない。だから当然それだけのはっきりした形の権限を移譲していく以上はね、この権限の分についてはこういうふうに措置しましたよっていうに目に見える形で財源的な措置をしてもらわないと、これから3次4次って次から次ね、この、権限だけ移譲されたってね、血は溜まったもんじゃないですよ。だから今みたいな考え方でこれからのこの権限移譲をやっていこうとしてもね、地方は混乱するばかりと思いますので、もう少し具体的にどのように考えていただけるか、その辺についてご答弁いただきたいと思います。はい、はい、川端総務大臣。主には当然は事務的経費に負担がかかるということでございます。今先ほどは政省令の督促をいたしたと申し上げましたけれども、各省庁に対して、中身に関しての事務的経費を中心にしてどれぐらい見込まれるのかということを今各省に対してヒアリングをしているところであります。その部分で、まあ、ご指摘のようにどういう財源の手当ですか、まあ、交付税であるというのは積算根拠に入れるということで見えないという議論もかねがでありますけれども、基本的にはそういう実態をまず把握をしてしっかりと手当できるように考えてまいりたいと思っております。金子源次郎君。税を約束をしていただきたいんです。私もですね、地方分権を進めていくことはもう大変結構なことだし、これについてはもう大いに賛成なんです。問題はね、どうも今の国のやり方を見ていると拙速じゃないかなと。特にこの地域戦略会議のメンバーを見てみましてもね、非常に積極論者が多いかもしれませんが、せっかくこれだけの大きな権限移譲をやっていく、また地方分権を進めていくということであれば、ステップステップで物事を考えながら、あ、これはうまくいってるな、あ、この辺は問題があるなということをある程度ね、国の方で考えてやっていかないと、おそらくね、次は3次が出るんでしょ。それで義務付け枠付けでも4000出す予定にしてるんですが、あと残りの部分が随分出てくるということになってくるんでしょうから、こういうの次3次を出すにしてもですよ、実態を十分把握して地方のそういうこの状況を十分に考えた上で、私はこの戦略会議に諮っていただきたい。別にこれ遅らせろって言ってるんじゃなくて、スムーズにいくためなんですよ。だってせっかくそういった形を作ってもそれが実行に移さない。それで正直言って、ある一定の財政規模と人口規模があるところはどんどん自分たちはやりやすいって言うでしょう。しかし地方自治体というのはどちらかというとそうじゃない人の方が数多いんですから、要するに5万人以下の方が約7割ぐらいあるわけですから、その7割の自治体がスムーズにいかないと何ら分権をやったという意味がないわけなんですから、そこについてはぜひですね、これからこの地域戦略会議でのそういったこの3次4次の勧告についてもですね、そのぜひ慎重にやりながら地方の実態にあってですね、やっていただきたいということを強く要望してですね、次の質問に移らさせていただきます。次は人事院勧告についてお尋ねをしたいと思います。6月に提出、人事院勧告についてですね、まあ、今回国としては人事院勧告をですね、やらないと。でどうも明日のですね、閣議で正式に決定するというように、まあ、報道されておるわけでございまして、また各委員会でのですね、質問をお尋ねしてみてもですね、やっぱりそういった考え方であるようでございます。でそこでですね、この人事院の勧告っていうのは基本的にですね、地方の公務員の給与もですね、従来から国の勧告を受けて各
県の人事委員会が参考にしながら給与の改定条例を出してきております。だから今回はその勧告の実施を見送るの取り扱いをするということになってくると、地方は大変な混乱をするんじゃないかと。で同時にですね、この人事院勧告の給与というのは当然月々の給料もですが、それは退職金や年金に跳ね返るわけなんですよ。だからこれを見合わせるということになってくると、実質的に国家公務員についてはどういうふうに考えているかすみませんが、2年後には元に戻るという形になりますので、私はですね、この人事院勧告というのは、ご承知のとおり憲法でもですね、労働基本制約が基本権が制約されている公務員に対してその代償を処置して設けられているというふうに言われておりますので、私は全員にこれは実施すべきだと思ったんです。で実施すべきだと。でこれを実施しないと地方にもそういう混乱が出てくると同時にですね、ある意味じゃあさっき言ったように国が決めて地方が決めてというそういうシステム運用がですね確立できたのが、それがねこれから壊れてしまうような感じもするんですよ。その辺についてですね、大臣としてはどうお考えか、また人事院総裁としてのお考えも聞きたいと思っております。はい、川端総務大臣。人事院勧告は国家公務員の労働基本権の制約の代償処置として、行われるものであり、極めて重いものであるということは尊重すべきものであることは政府としても十分に認識をしております。そういう前提でございますが、我が国の政府としては我が国の厳しい財政状況、それから東日本大震災に対処するために、さらに6月3日に臨時特例法案を提出しておりまして、人事勧告に本年の人事勧告による給与水準の引き下げがこの同法案の中に内包、打ち数となるような厳しい内容であり、本法案の減額措置の実施により結果として相対的に見ればその他の人事院各の趣旨と考えられる給与カーブのフラット化も内包しているものと評価できるという観点から、本年の人事院各との関係性、さらに現在精査を行っているところであります。最終的には給与関係閣僚会議の会議を経て閣議決定をする、現在精査中のところでありますが、そういう方向性を持って現在検討しております。したがって、それと同時に地方のことにお問いでございました。地方公務員の給与は地方公務員法の趣旨を踏まえてそれぞれの地方公共団体において議会で十分に議論の上条例で定められる仕組みになっております。したがって、地方公務員の給与については各地方公共団体において国民住民の理解と納得が得られるよう情報公開を徹底するなど自主的な取り組みを進めながら適切に決定していただきたいと思っております。以上です。飯川人事院総裁。人事院勧告の趣旨意義につきましては先生のご質問あるいは川端大臣のお答えにもあったとおりでありまして、憲法に関わる制度として、内閣及び国会におかれましてはぜひ尊重していただきたいというのが私どもの立場でございます。また人事院といたしましても、今回の東日本大震災のような未曽有な国難に対処するにあたり、その復旧復興のための財源措置の一環として、公務員の人件費の見直しが議論されていると、またこうした課題の重要性は認識しているところでございます。未曽有の国難の際には平時を前提とする一般論だけでは通用しないというふうに思っているわけでございます。しかしながら人事勧告の制度は基本権、公務員の労働基本権制約の代償措置であるとそういう憲法上の仕組みとして求められる制度でありますし、一方東日本大震災の復旧復興のための財源と、これはまた全く別の観点からのものでございまして、私どもは人事勧告は人事勧告として実施していただき、また震災対策の問題につきましては内閣及び国会において交渉対象に立ってお考えいただく問題ではないかというふうに思うわけでございます。でまたその場合にも
昭和57年の人事院勧告凍結にかかる、まあ、判例が出ているわけでございまして、その判例を踏まえつつ、憲法の供する範囲で、お考えいただくということではないかというふうに思っております。はい、金子源次郎君。2つのものは全く性格が違うと思うんですよね。これはもうご承知のとおり、この今回の給与臨時特例法案というのは、復興財源の捻出をするためにですね、2年間ですよ、2013年までと年限を切っております。で、国家公務員に対して約 7.8% の給与のカットなんですよ。カットによる財源捻出なんです。とか人事院勧告というのは、民間企業との給与水準を調べましてね、官民の格差の是正を図る狙いで、要するに 0.23 までの今回引き下げを人事院勧告をしたわけなんですから、賃金カットとね、これと同列で考えて、うち数にあるからというような考え方でやるというのはね、従来のこの制度仕組みそのを指定してしまうことなどしてないと思うんですよ。だから私はね、あくまでもこれは分けて考えなきゃいけない。だから私はね、今までの従来の考え方で地方はね、行くと必ず国が勧告します。で、国はそれに沿ってちゃんと給与勝手をします。おそらくほとんどの県は全部ですね、まあ、中には違うのもあったかもしれないけど、ほとんどの県がね、横並びで給与カットするんですよ。大体その数字に基づいて。今回、じゃあこれやらなかったらね、地方は、地方の自治体に任せるって言うけども、じゃあやるとことやらんとといろいろ出てくるかもしれない。しかし、今までの運用のシステムっていうのは、そういう仕組みになってたわけなんですから、その仕組みをね、この、国としては今変えようというか、そういうことを、ね、考えていることは、私は逆に言うとね、この人事院の存在そのものを無視してしまって、今度は労働四法が出てきますよね。いずれ労働四法が出てきて、これが成立すると人事院というのはもう必要なくなってくるから、まあ言うならばその先を言ってね、今回はこうやってるんじゃないかというふうに思うわけなんですよ。だから私はですね、やっぱりこれは地方を混乱させないためにも、ぜひですね、私としては勧告通りやってもらいたい。それからまずはね、賃金カットっていうのは2年先には変わるんですよ。でも地方が仮に今回この人事院勧告に沿ってですね、ある程度地方は地方でカットしたとした場合ね、カットした分は年金とか、それから退職金にね、スライドされていくと。で、2年先はですね、元に戻るわけですから、国はその辺でね、このギャップが出てくるわけなんであって、そこはやっぱり制度の仕組みっていうものを根本的にね、これは崩していくことになっていくというふうに思いますんで、そういうような安易な考え方でおやりになるっていうことはないかがなものかというふうに思いますが、これについて、総務大臣としてのお考えをお聞きしたいと思います。川田総務大臣。今回、国の財政事情の厳しさ、そして、東日本大震災というのを受けて、国家公務員の皆さんが大変な活躍と責任を持って仕事をしていただいている中で、あえて、自ら身を切るという形で、給与のカットを行っていただくということは、大変、厳しい状況の中でありますが、そこへ踏み込んでやっていただくことにしたのがこの法案であります。人事院勧告の重要性や重さはのことは十二分に承知をいたしております。繰り返しになりますが、その中で、給与の下げ幅という意味では大きくカットの方が上回る分でありますから、これは中の数字に含まれているということと同時に、給与のフラット化という効果は年齢に呼応したという意味での人事院勧告の趣旨とはカットは一律であります。一律、まあ、役職者に応じた一律カットという意味ではこう対応はしておりませんけれども、結果としての相対的に言えば年齢が高いほど役職者が多いという意味での、まあ、効果はその調整よりはるかに上回る形でのフラット化が起こります。2年間という限定の期限でありますけど、そういう特別な環境にあるときの
まさに臨時特例的な状況としてぜひともこれをやらせていただきたいというのが政府の考えでありますし、先般過去に一度